今回はね、日本一太鼓の達人が安いゲームセンターがあるというのを、情報提供していただきまして、今回はそちらに行こうかなと思います。リスナーさんにね、いくらだっけ、78円、78円で太鼓ができるところをね紹介してもらいまして、あ、すげえ、本当だ、これ多分前来たことあるんですよ。2人だと128円ってこと？やばくね、156円だよね、2人でやったら。それが128円でできるってこと？本当に1プレイ100円ね、本当にできるのかなこれで、交通系をして、え、すげえ、すげえ、やば、1プレイ64円、やば、すげえ、これだって日本一安いんじゃない、これ、こうじゃん、ほら、やば、もう一回やってみよう、78、交通系、あー、1プレイ、1人だったら78円、店内撮影禁止らしいんで、画面だけスマイルスマイルスマイル裏、初めてのデタラメ、もったいな。やばいよね、1人プレイ78円、2人プレイ64円、これはもう日本一安い太鼓の達人でしたね。メンテはね普通に良かったですね。でも体全体を映してのプレイがちょっと取れなかったので、まあ、それが残念かなと思いますね。普通にやる人はすごいですよね、お財布にすごい優しい。紹介してくれた方ありがとうございます。行ってきました。